こんにちは、ドラマーケンです。本日は跳ねてる8ビートについて解説したいと思います。最後まで見ててください。はい、ドラムやっててうまくいかない方、ドラムやりたい方、ドラムを教わりたい方、ドラマーケンがオンラインでマンツーマンで教えるドラムコンサルを始めることになりました。詳しくは概要欄をご覧ください。題材はですね、ミセスグリーンアップルさんですね。ファミリエ。さあ皆さん、茶色の小瓶のね、解説動画、ちょっと見ていただいた人いるんじゃないかなと思うんですけど、茶色の小瓶のね、ドゥン、ダドゥン、ダン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 ドゥン、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。はい、これね、覚えていると思うんですけど、このファミリエですごい大事なのは、実はこれのハーフタイムってことなんですよ。ハーフタイムってじゃあ何かっていうと、アクセントをですね、いわゆる倍の長さにするってことなんですよね。だから要はこれアクセントで言うと 1,2,3,4,1,2,3,4 ですよね。こうなってたのを 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4。 これだけでこう、いわゆる音的にはなんか半分のスピードになったような感じするじゃないですか。これがハーフタイムの。ハーフタイムにすると何がね、いいかっていうと、もともと茶色の小瓶、茶色の小瓶、茶色の小瓶ですよね。で、茶色の小瓶の場合、これがこれぐらいのテンポって、やっぱりダンスビートとしてはすごくね、優秀だと思うんですけど、やっぱりパッとした時にメロディーがね、スッと入るかって言ったらちょっと難しいところあると思うんですよ。つまり、メロディーを聴かせるためにはアクセントを広げるっていうのが一つ重要な要素なんですね。だからポップスはハーフタイムが多いんですけれども、そのファミリエもそのそれに例に漏れずそうなります。茶色の小瓶、茶色の小瓶、ファミリエ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 っていう風になるんですね。で、茶色の小瓶もだからある意味ファミリエ化できると。茶色の小瓶、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 ほっほっ、ドゥドゥン、ドゥ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 ン、ドゥ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 。で、逆に言うとファミリエも茶色の小瓶化できるっていうね。ドゥ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 っていうね、風にできると思うんですよね。はい。こんな感じで、いわゆるハーフタイムと、まあ、その、ハーフじゃない、普通のタイム、うん、これなんて言うんだろう。そこの部分っていうのが、両方行き来できるようにしとくっていうのが一つポイントになってくると思います。そんなテーマで、じゃあファミリエ演奏、行ってみよう !2、2、3、4、3、2、3、4、1、2、1、2、3、4!君に見せたい景色がある、僕の好きをと思ってくれるかな、君にあげたい全てがある、いい好きな気もするけど、だからどうかどうかそのまた敵のそばにいさせて、時代の車輪に僕らが燃料となる、本当は UFO
こんな感じでございますね。途中私ちょっと茶色の小瓶っていうラップ入れてみましたけど、つまりこの茶色の小瓶みたいな、いわゆる標準のタイムっていうのと、ファミリエはハーフタイムですよ。だからファミリエっていうのは半分なんだっていうふうに常に考えるってことがすごく大事なことになってます。それでは今日はですね、ミセスグリーンアップルのファミリエ、跳ねる8ビートの秘密を解説させていただきました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。